妹よ、今日も元気に人狩り行こうか。わかったよお姉ちゃん。それで今日は何を狩りに行くの？うむ。今日はアプデで追加されたモンスターである、テオさんに行こうと思うよ。なずきさんとかくしゃさんじゃなくて、いきなりテオさんなの？お姉ちゃん。うむ。ちょっとこれを見てほしい。これは、固有さんたちの肉質だね。うむ。そして圧倒的に玉肉質が悪いのがテオさんなんだよね。確かにテオさんだけ、玉肉質が異常なまでに硬いよね。でも、頭に残属性は効くし、マガマガさんライトなら問題ないんじゃないかな？確かにその通りだ妹よ。でもそれでいいの？妹よ。確かにマガマガさんライトボウガンもライトボウガンに変わりない。でも、私たちが愛してやまないのは、ナルガさんボウガンだったはず。それは確かにそうだねお姉ちゃん。うむ。ならば妹に先制しよう。私、お姉ちゃんは、ナルガさんボウガンを買って、テオテスカトルを倒すことを。あわう。私、やられてないからね。さて、それじゃあここからは真面目にテオさんとのバトルに集中しようか。了解だよお姉ちゃん。それで、テオさんとのバトルでのコツってあるの？うむ。確かにテオさんの肉質は硬い。硬すぎてどうしようもないレベルで硬い。でも、貫通弾を打つ基本、頭から胴、そして尻尾にかけてヒット数を稼ぐように当てる。この基本に変わりないんだよね。なので、コツとしてはできるだけ敵の正面に居続ける。これだね。なるほど。つまり、基本に忠実にってことだね。うむ。とはいえテオさんの場合、その基本の動きをするのがなかなか難しいんだよね。何せ突進とか飛びかかりとか、動きが速く判定も大きい前方中距離技がすごく多いからね。確かに、つい横に避けたくなっちゃう攻撃が多いよね。うむ。横からでも顔を打つことはできるけど、絶光榴弾や斬裂弾と違って、貫通弾はそれだけじゃ火力が出ないからね。幸い私たちの魂、回避距離 UP さんがあれば、後方への回避がしやすいから、できるだけ後方、もしくは斜め後方に避けるようにして、貫通弾のヒット数を稼いでいこうか。了解だよお姉ちゃん。一打目がちらほら見えちゃうのが、なんとも言えないね。本当だねお姉ちゃん。ここまで貫通弾と相性が悪い敵も、今までいなかったよね。うむ。本当だよね。む。この動きは、ヤツカダキさんが乱入しに来てたっぽいね。了解だよお姉ちゃん。ワンワンに乗って追撃するね。うむ。そういう開始といこうか。やいやいテオテスカトルよ。ここはこの私、ヤツカダキお姉ちゃんの縄張りですよ。さっさと出ていかないと攻撃しちゃうぞ。出ていく気はなさそうだねお姉ちゃん。ふむ、出ていく気はないとな。ならばよかろう。このヤツカダキお姉ちゃんの恐ろしさ、その身に刻むがいい。いいね、お姉ちゃん。くらえ、両手アタック、からの、両手アタック。からの、必殺、ファイヤー大回転。バッチリヒットだねお姉ちゃん。うむ。今日はこの辺でいいにしておいてやるが、二度とこのヤツカダキお姉ちゃんの縄張りに来るでないぞ。あわう。接近しちゃってるし、ここは A ボタンの爆弾置いちゃおうか。あ、でもお姉ちゃん。そういうのはすぐ動いちゃうよ。うむ。そのこと忘れてたね。でも、一応 A ボタン爆弾は起爆しきったかな？そうだねお姉ちゃん。ギリギリ間に合ったね。それじゃあ落とし物を回収して、テオさんを追いかけようか。了解だよお姉ちゃん。最近ダブルコレクトさんばかり使ってたけど、やっぱりワンワンがいると移動が快適だね。そうだねお姉ちゃん。かけり虫と回避距離 UP のコンボで、ワンワンいなくてもそこそこ動けるけど、やっぱりワンワンの足は快適だよね。うむ。そしてワンワンパワーであっさり到着だね。さあテオさんよ。第2ラウンド、いや、最終ラウンドの開始といこうか。了解だよお姉ちゃん。ここからはちょっと細かく解説しちゃうね。わかったよお姉ちゃん。突進は後ろに避けると引かれるので横に回避。そして空中攻撃後はこちらを向くので、その隙に攻撃だね。この攻撃は当たらない距離から撃てば、一方的に撃てる絶好の攻撃チャンス。今の、後ろに避けたかったんだけど、後ろにスペースがない時は横に避けるしかないね。そして直線粉塵は横に回避。
この飛びかかりもできれば後ろか、斜め後方に避けたいんだけど、距離が微妙だったから横に避けたよ。そしてダウン来たね。今回は距離もあるし、一個しかないから A 爆弾は使わないね。了解だよ姉ちゃん。周囲の粉塵は防弾だと当たらないから無視だね。そして突進は後ろ回避しにくいので横回避。この飛びかかりはできれば後ろか斜め後方に避けたいんだけど、距離がないと厳しいね。よし、今度は距離があったから比較的いい避け方ができたね。って己がブラス、邪魔なやつめ。本当だねお姉ちゃん。思いっきり引っかかっちゃったね。よし、機械し A 爆弾いっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。猫パンチは後方に回避。突進は横に回避して、ブレスは距離を取って撃ちまくる。今の攻撃、後ろに回避したかったんだけど、反応が鈍ったね。そして今の飛びかかりも、この距離なら真後ろ回避でよかったのに。あわう。どんまいだよ姉ちゃん。よしよし、青マーク来たね。あとちょっとだねお姉ちゃん。ふう、方向当たっちゃったか。直線粉塵は横移動でサクッと回避。方向は今度こそ当たらない距離だったね。そしてこの攻撃は敵が見にくいけどガンガン攻撃。噛みつきは後方に回避。直線粉塵は横に移動打ちしながら回避。噛みつきはサイド後方に回避。今のはよくわかんなかったので横回避。よしよし、メインターゲット達成だね。やったね、お姉ちゃん。タイムは7分19秒。相性の悪いと思われるナルガ三宝眼でこれは、上出来じゃないかな？そうだねお姉ちゃん。現状最強のモンスターっぽいテオさん相手にこれは、いい感じだよね。もしかしたら、マガマガ三宝眼よりも早いかも？いや、そこはこれを見てほしい。これは、4分39秒？うむ。マガマガ三宝眼だとこんな感じだったよ。神王画さんの残裂弾速射防眼でも7分かからなかったし、やっぱり貫通ライトは相性悪いね。とはいえ、7分前半なら私としては十分だけどね。そうだねお姉ちゃん。7分前半なら十分早いよね。うむ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。あ、このエリアの落とし物拾い忘れてた。あわう。どんまいだよ姉ちゃん。